めっちゃ今夜ご飯作りながら配信するか迷う。なんか今日リハ終わってビエルちゃんとアサイーボウル食べて、で、あれしたんよ、マッサージ屋さんに行ったのね。そう、オイルマッサージ。たまに私行くんですけど、疲れてる時とか行ってきて、なんかそれをマッサージ終わった後って、そのなんかすごく体の中のものをめっちゃいろんなものを吸収しちゃうんですよ。なんかこういろんな、なんか循環させてるから、そのなんか血とかを循環させてるから、そういうマッサージの後ってめちゃくちゃなんかご飯を食べたら、ご飯を余計なものまで、なんて言うんだろう、なっちゃうんだって。私もよく分かんないんだけど。だから6時に終わって、まあ2時間くらいあれかと思って開けてたんですけど、したらお腹すくやん。アサイーボウルしか食べてなかったらさ、今日でご飯食べようかなと思ったんだけど、食べちゃったらさ、作ったら食べたくなっちゃうじゃん。だからとりあえず材料だけ買って、今日はもう食べるご飯を作るメニューも決めてたんだけど、でもショールも始めちゃったよね。 だって。どうしよう、ご飯作りながら配信しようかな。見て、ネイル変えた、かわいい。見てください、なんでこんなにかわいいの。ぶっとこったらわかりやすい。かわいい。わかる？キティちゃんがいるの。かわいい。キティちゃん。ここにもキティちゃん。もうかわいくてかわいくて。ネイルかわいいだって。ありがとう。私のファンのみんなはすごくキティちゃん褒めてくれるんですけど、キティちゃんネイル褒めてくれるんですけど、かわいくてかわいくてもう困っちゃうよね。で、なんか今回も白系にしようかと思ったんだけど、結構最近バレンタインの時らへんから白系を、で前回も白だったんね、多かったなーと思って、じゃあピンクにするって言ってピンクにしました。かわいい。ハローキティちゃんかわいいだって。かわいいでしょ。キティちゃんがいます。こんなとこリボンもついててかわいいです。なんかぶっちゃけその衣装に合うのは多分白とかそういう色のが合うんだけど、コンサートが近いからね、もう私がしたいのをしました。 今回はもう私が春っぽあって、春今しかないんだよ。そうよ、春今しかないから。とまつげパーマに行きました。ちょっとお風呂入っちゃったからまつげが乾いてないけど、ぐるんってしてます。実はそう、まつげぐるんってさして、今日は仕事の前と後に体の美容を詰め込んできました。生きがいい、本当にかわいい。ちょっとお腹空きすぎたかもしれない。お腹空いた。私は今日はまだ白いご飯食べたいんだけど、白いご飯を炊いて、鮭のホイル焼き、好きなやつがあるんですね。鮭のホイル焼きを作ってでしようかなって思ってたんですけど、お腹空いちゃった。そうだから鮭も買ってきて、そう
私鮭のホイル焼きは味噌味が好きなんですね。本当にうまい。今作る配信しようかな。まずご飯炊くとこからスタートしないとだから30分後なんだけど、いいいいとか言って、お料理配信でいいんじゃないだったち、料理配信にしようかな。料理配信にしちゃってもいいですか。普通の配信がいいかな。まずキッチンが綺麗だったかどうかが覚えてないんだよね。最近ご飯を炊いてなくて、そう冷凍のご飯もないから、そう炊かないといけん、炊くところからスタートなんですよね。たまにはいっか、してみようかな。料理配信見たいです。だってそんないいもん作んないけど。よし、じゃあお料理配信のために髪の毛を結びます。私さ、前さシルクのさ髪に跡がつかないヘアゴム使ってますって言ってたじゃん。あのヘアゴムなくしちゃったの。どこ行っちゃったんだろう。黒いヘアゴム使ってたんだけどなくなっちゃった。お腹すいた。完成。ちょっとボコボコしてるけど。よし、じゃあちょっとキッチンに移動するので、ちょっと皆さん一旦真っ暗になります。なんか台持ってこよう。台台に。台を持ってきて。お、めっちゃいいんじゃない？はい、こんな感じ。やっぱこっちにする、うん、私が映んないこっちにします。完成。お腹すいた。私の顔見ててください。最近ね、最近ってかめっちゃ前にね、シーンでねこういうの買ってね、これで洗い物するとめっちゃ楽なんです。なんかこう洋服にこうならなくてめっちゃ楽なの。まず洗い物からです。なんか最近なんだったっけ、グラノーラを買う、なんか朝ごはんを、そうご飯をしっかり食べようプロジェクトを始めてそう
私の中でご飯をしっかり食べようプロジェクトを始めまして、そう、それはあの面倒くさくなっちゃうことが多いのね。そうだからご飯をなんか何かしらなんか栄養に良いものということか、なんか3月はそう生きるのに必死すぎて、なんかそういうのを怠ってしまったらやっぱ体調を崩したりしたので、そうご飯をしっかり食べようプロジェクトを始めて、そうこんなの買ってみたの。グラノーラを朝にヨーグルト食べようと思って、ほらこんなフルグラの、これはなんか今日お試しで買ってみたんだけど、そうでなんかこれは美味しい、私これ多分好きなんだけど、前食べたから好きだったんだけど、これにヨーグルトかけて食べたら腹持ちがいいから、そうだけどカロリーが気になるなって時はこっちで、味がどのくらい違うのかっていうのを食べ比べてみようかなと思って買ってみました。あんまりさその味が変わらないんだったらさ、そうこの糖質オフがいいなっていうふうに思うんだけど、ちょっと美味しくなかった場合続けられなそうだからと思って、なんかお試しねパックが売ってたの今日、だから今日帰り買って帰りました。じゃーん、おこれに、そうこれに、ちょっとそうこれにこういう、私はこれが好き、ブルガリアのあの味がしないヨーグルト、プレーンみたいな、これをかけるんだって。そうっていうのをやってみたくて買ってみちゃいました。緑何しようとか、玉ねぎ食べます。そうなの、小さいあるやつあるやん、そうなんかめっちゃでかくて、その私が買おうとしたやつを1回ずつ特大サイズみたいになって、なんかまあいっか、お米を炊きます。お米を炊きます。もうちょっと炊いておこう。真似してみようなって、真似してみて、フルグラカルビーのやつで真似してみて。私も今日から始めるから、明日から始めるから、そうなんかリハ期間とかもう食べるのことすらめんどくさくなっちゃう時があって、でもお菓子とか食べちゃったりして、なんかそれって良くないなと思って、そうこういうのを食べたらさ、なんかまあこれもお菓子っぽいかもしれないんだけど、でもヨーグルト食べるのいいって言うじゃないですか。愛知がギリシャヨーグルトだって。そうそう、そうそうとか言ったけど知らないんで、そうなの、そうなんですね。だからそんな感じで、まあ、やってみようって感じです。まあ、朝はちょっと糖質高くてもいいやと思っちゃうんですね。食べるんですか、だって
そう、私食べれなかったの今日。食べれなかったよ。だから今日とかも朝一からネイル行って、でまつげパーマ行って、したらもう残り私の次のお仕事の時間まで30分しか時間がなくて、もう30分しか時間ないとご飯もパパッと済ませられなくて、で結局ご飯も食べられずお仕事も買っちゃったりするから、そういう時にこれがいいなと思いました。私ギリギリまで寝ちゃうから、その間に作ります。そう、鮭を買ってきて、鮭のホイル焼きを食べようかなと思ったので、めっちゃ簡単、これはファンのみんなでも作れると思う。まずしかも野菜も取れるからめっちゃいいです。あとご飯が美味しい。こうやってアルミホイルアルミホイルを置きます。じゃん、ね、煮たら、これに玉ねぎ、そう、玉ねぎを切ります。私は玉ねぎ大好きだから丸々1個入れちゃおうかなと思ったけど、結構量、なんかうわめっちゃ量多いかもと思っても縮むから、ぴょんぴょん、今新玉の季節だね。そう、こう玉ねぎ切ったので、この玉ねぎちゃんを切って、そう、私の顔しか見えてないからあれかもしれない。で、乗せます。こんな感じで、ね、並べます。あと半分もね、こうやって切ります。ちょっと薄めがいいと思います。分厚めよりも薄めが火が通りやすいです。はい。感じで並べます。じゃーん。そしたらもう大好き、私がキノコの中で唯一大好きな、チャチャラー、えのき。今日買ってきました。えのきをもう蒸しってのせる前に鮭を置きます。主役、本日のを置いて、そしたらもうえのきをいっぱい乗せます。もうえのきはもう本当に美味しい、もう大好き。
私夜お腹空いた時はえのきバターとか作っちゃうの。うまいんだよねめっちゃね。でもそんなえのきを久々に買いました。えのきちゃん本当は切った方がいいと思うんだけどちょっとめんどくさいので切りません。はいこんな感じ。結構いっぱいいっぱい見て見てちょっと見にくいかも。じゃんできました。ほんで次はソースを作ります。でもソースちょっと忘れたのでインスタ見ます。美味しいのこれがめちゃくちゃ。私もさ久々に作るからさ。いつもスクショしとこうと思ってさいつも忘れちゃうんだよね。うまいやつやんって。エリンギも美味しいと思う。私ちょっとエリンギ苦手なんだよね。ちょっとね。ちょっとエリンギなんかめっちゃエリンギ大好きってなんなくて、なんか例えばビーフシチューみたいなああいう味がついてるエリンギは好きなんだけど、そう。あどこだったっけ私結構前に。椅子に座ります。私キッチンに椅子を置いてるんですよ実は。だからいつもここに座ってます。え、ないかもしれない。どこだったっけ。あった、これこれ。インスタで見つけたんですけど、したらこれいいよ。このなんかちっちゃなボールかわいいです。ボールにでもマヨネーズ嫌いな人は食べれないかも。これマヨネーズ好きな人は食べる味噌マヨみたいなやつなんですけど、そう私ねこう見えてねお料理失敗したくない人だから、その失敗したくない人だから絶対測るの。わかるんですけど、まずマヨネーズを小さじ1入れます。でもちょっと多めでもいい気がしますね。小さじ1ぐらい。これ取れないんだよね、いつも困っちゃう。そう、入れます。んで次にマヨネーズを小さじ1入れます。もう美味しそうです。マヨネーズ入れます。んで次に醤油を小さじ1/2入れます。醤油を小さじ1/2ぴょん。で次にみりんを小さじ1/2入れます。覚えた？みんな覚えましたか？何を作るのだって鮭のホイル焼き。あっ、いつも入れすぎちゃう。ぴょん。そう。そしたらこれがこんな感じ。そう、これを混ぜまーす。そんだけ。もうちょっとマヨネーズあってもいいかもしれない。
せます。なんかソースが多めな人がいいかったりした人はちょっと多めで作ってもいいかもしれないです。混ぜます。私味噌だれが好きなんだよね。そう、なんかポン酢味ポンみたいなやつも好きなんだけど、私味噌が好きなんですね。にあのできたらバターかけるんですよ。食べあのできたらね、完成したらうまい。めっちゃちょっと見た目は良くないんですけど、でも今は見た目が良くないだけで、そう完成したらめっちゃ美味しいんですけど、じゃじゃーん、あ、そうそう、見えないかも。じゃじゃーん、ちょっと終わったらのりのりいかに乗せますね。そう、これをこうしたらもうこう包みます。水が入らないように、ちょっと完成です。鮭のホイル焼き、じゃじゃーん。今日はこれを後で沸騰したお湯の中に入れて完成です。みんなも作れそうですか？どう？そんなちょっと難しかったかな。でもめっちゃ美味しいの。でまだご飯ができないからさ、まだ温めないからもうこの辺でショールーム終わりにするけど、美味しそうだったでしょ。これも終わりにしておいて完成。さっきにマヨネーズ合わせたことがありません。だって味噌マヨみたいな感じですね。味濃いの好きな人だったら好きだと思います。焼かないんだ。私蒸すね、蒸しちゃういつも、あのお湯水。このあとこのやり方に書いて、私インスタで見るからさ。お湯沸騰したら蓋を閉めて10分。そう、10分します。トースターで焼いてもいいのかもしれないけど、焼かないね。今度やってみようかなって感じでした。私の久々の料理、どうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。あんまりしないからね。でもお腹が空いたのでご飯を食べたいと思います。まだまだあとご飯が24分もかかるからまだまだなんですけど、まだまだの間は何かして過ごしたいと思います。お腹空いた。だってご飯はあとまだ23分。まだまだです。2品目作りますか。だってでもなんか私作り置きしたいなと思ったやつがあってね、今日なんかさっぱり煮を作ってみたくて、それも作ってみようかな。どれだったっけ、さっぱり煮を作ってみたいんだけど、どれだったっけ。前ねめっちゃ美味しいさっぱり煮作れたんだよね。
どれだったっけ。違う。インスタでね保存したんだけどね、美味しそうと思って保存したんだけど、どれだったっけ。うわーい、もう作るなってことかなこれは。ないんだけど。そう、手羽のさっぱり煮、そうそうそう、それがねたまに好きでね。で結構さ冷蔵庫でに日持ちするからさ、さっぱり煮作ったりするんだけど、さっぱりなんて、さっぱりさっぱり、もうこれでいいか。甘辛だって。甘辛さっぱり苦い。あ、これにした。これに美味しいやつかな。これにした。ポン酢、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 あったー、ポン酢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 、味ポンと手羽とお水だけでできるよ。だって私より詳しい人がいる。作っておきたいんよね。もうどっちの鍋がいいかな。こん中6本も入るかな。入るか、ちっちゃいのにしよう。はい、したら次はお肉、手羽先のお肉を入れます。お鍋にドドーンと。手羽先美味しいよね。これをた入れるだけなんだって。メニュー見たけど、わ、私いっぱい買いすぎちゃったかもしれないか。1、2、3、1、2、3、4、5、6、6本にしとこ。何作ってるの。鶏の手羽煮みたいな作ってます。したら250、ポン酢も水も250って。じゃん、こんだけでできるのかな。味ポン、味ポン私新品しかないの。そうなんだ。味ポン、じゃじゃーん、これも250。ちょっともったいない気もするんだけど、ちょっと多くない？ちょっとお水を回収します。こんなに味ポン入れたらもったいなくない？もう半分もなくなっちゃうんだけど。
しょうがないのかな。でも書いてるもんね。ちょっと少なめでもいいのかな。こういうのケチらない方がいい感じ。めっちゃ入れるくない？こんなに味ポン食べて大丈夫なの？もういいのか。ちょっと少ない。めっちゃ味ポン新品だったのに、あ、もうこんなしかなくなっちゃった。まあいるって書いてるんだよね。しゃあなしです。ちょっと少なめにした。さすがに210くらいにした。おいしくなーれ、おいしくなーれ。にんにくと生姜だそうです。絶対おいしい。生姜はいっぱいあったらおいしいですね。にんにくはちょっと。はい、もうできました。もうであとは火にお任せするだけって。こんな感じで2品目もできました。なんかできちゃいました。終わり。みんな楽しかったですか？これはもうできたらいのりのりかなんか乗せますね。ぎゅうぎゅうにするにんにくと生姜を入れました。ポン酢と入れました。お任せしちゃって、落とし蓋をして中火で15分だって。落とし蓋を作ります。3品目だって。3品目はしないかな。もうめっちゃ作ったくない？できた。明日ホイル焼きやってみます。やってみて。美味しくできたら教えてください。では皆さん、今日配信見てくれてありがとうございました。この配信がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画もお楽しみに。YouTuber みたいになっちゃった。お楽しみに。そう、ショールームです。これはグッドボタン、チャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。そんなのありませんけれども、楽しかったようだって。そうね、明日は午前中に配信、午前中って言ってもお昼の12時くらいに配信しておこうかなと思います。ちょっと夜帰ってくるの遅くなっちゃいそうだからね。で、明後日は、明後日お休みなので、明後日も多分なんかいい感じの時間帯にしようと思います。夜すぎない夜くらいにしたいと思います。で、逆にコンサートの日はまだ朝早いなと思うので、そう、今週はこんな感じで、今日が多分一番のんびりできたかなっていう配信だと思うので、みんな見てくれてありがとうございました。あとご飯が10分あるので、10分経ったらご飯作って食べたいと思います。みんな見てくれてありがとう。なので明日はお昼11時半とか12時くらいに始めたいと思います。はい、ヨロピク12時だな。12時にしましょう。12時に配信したいと思います。よろしくお願いします。15分しとかないと忘れちゃいそう。
い、みんなアイテムいっぱいありがとう。見てくれてありがとうございました。ではランキング見ます。13位がもぐもぐパクパク、12位がリツー、11位がしむっち、10位がのりさん、9位がなつさん、8位がただの魚さん、6位が7位がやすさん、6位がたかさん、5位がともさん、4位がこうじ、3位がのぶりん、2位がガオ、1位がさせぼんてっちゃんでした。ありがとうございました。ぎゅん、ありがとう。はい、また時間があったら来ます。時間があったら来てください。明日からはちょっとあれなんですけど、よろしくお願いします。ではおやすみなさい。今日疲れたからいっぱい寝ます。もう9時半だ。バイバーイ。